もしも西くんが逮捕されてなければって考えたことあります？今何してると思います？もしも西くんが逮捕されてなければ、まあ今何してるか、北海道で、まあ未だに飲んでるでしょうね、うん、未だに飲んでるでしょうね。大丈夫ですよ皆さん、今日は URL 貼ってないんで、 URL 貼ってないんで ね、警備員はやってないでしょ、まあ投資もしてないだろう。まあ人ん家に、今太郎が住んじゃってるらしいけど、うん、人ん家にね、やりたいと思います。はい。もしも西くんが逮捕されてなければ、今頃、まあ太郎も合流して、きっとまだ飲んでたんだろうというところじゃないですか。まあ、今日交流延長されてるみたいなんで、はい。東京からなんですけど、明日面会できますかって言ったら、まあ、大丈夫そうですよっていうことなんで、まあ、間違いなく交流かなと。うん。うん、っていうところで、もしも西君が逮捕されてなければ、完全に、今でも飲んだくれてたな。じゃあ100歩譲ってですよ皆さん、もしも西君が北海道に行かなければどうなってたか。達也の犬の10万円も払ってる。ほんで犬はもう政権になっている、もはや政権の大きさになっているというところなんですけど、もしも西君が北海道に行かなかったらどうなってたと思います？これ。いや、だって北海道に行って逮捕されてるわけですよ、これ。ね。北海道に行って逮捕されてるってことね。じゃあもしも西君が北海道に行かなければどうなったのかと。うん。こちらね、鍋の本題に入る前に、あ、ナースケとエッチ。ナースケをあの団地に連れ込む？うん。連れ込まないだろう。ナースケをあそこの団地に連れ込む。でも、ランさんをあの団地に連れ込もうとしてたんで、ワンチャンあるかもね。うん。もしかしたら、いや、滋賀県警はこれからなんで、うん。北海道に行ってなければ、うん。俺の中でのシンデレラストーリーは、10日で、タイで出てきてもらって、出てきた瞬間に、県警にパクられるっていうのがもうね、シンデレラストーリーだったんですけど、それもなさそうなんで、もう交流されちゃったんでね、20日決まっちゃってるんで、はい。まあ、らしいんですけど、うん。明日面会行けるってことはそうじゃないですか。うん、あいつ、俺は硬派だって言ってたのにっていうの、もう慣れたね、文太さんね。うん、はい。おじさん、まこさん、お疲れ様。はい。もしも西くんが北海道に行ってなかったら、皆さん、どうなったと思います？多分、同じ団地、同じ 4.5 畳、同じ砂壁、同じ壁掛け扇風機のところで飲んでいた。だから、ね、もし逮捕されていなくても、ね、もし西君が北海道に行ってなくても、結局、まあ、今と変わらないと、うん。変わらないの。うん、変わらないの。豆山は渡辺のカルト教団に入信したんだよ。立ち悪いのは、これね、いいこと言ってるんですよ、川上高校 CA さん。今後話していきます。壁、砂壁は解体するよ。うん。で、あそこ、用途地域って不動産でしたよ。俺ね、結構ね、不動産長いんで、用途地域とか、なんか気になっちゃうんですよ。用途地域調べたら、2030年以内に再開発に指定されてる地域なんですよ。だから、今2024年でしょ ?2024 年だよね。だから、あと6年以内に再開発指定地域になってるんですよ。だからまあ、それはあくまでも目論みなんで、用途地域って調べるとね、出るんですよ。これ、宅建業法で言うと、用途地域、あと、その再開発がありますよっていう、再開発計画がありますよっていうのは、重要事項調査報告書に書かなくちゃいけないんですよ。で、そういう部分で言うと、あそこの地域は、まあ、低層でもったいないですもんね。杉並といえど外れちゃってて田舎だけど、もう隣に畑があるようなところだけれども、はい。まあ、出てかないといけないっていうか、そういうところは移動になるんですけど、はい。もしね、ちゃんとした、クエ、とかを、クエとかであれしてるんだったら、まあ、最新さはありますけれども、結局は、まあ、移動するっていう形になるんですけども、まあね、生まれてこの方、砂壁ですからね、なかなか、出れないですね。今後良くなる地域。そう、今後良くなる地域です。再開発指定地域ね。2030年に計画決定。2030年までに計画決定っていうのが、2001年に計画決定してるんですよ。うん。
計画決定の2030年までにそこをやりますよっていう地域ですね。うん、これね、宅建業法上でこれ漏れちゃうと、なんだよ、住んだのにいきなり、なんだ、再開発って立ち直らなきゃいけなくなっちゃうじゃねえかってなっちゃうんでね。これはね、説明義務があるという形になります。まあ、もしも西区が北海道行ってなくても変わらない生活だったんじゃねえかと。はい。これ問題です。もしも西くんが、マスワオに勝ってたら、これね、僕、想像したくなかったです。これは、想像したくなかったんですけど、もし西くんがマスワオで勝ってたら、今こんなになってないと思います。今こんなやさぐれてないと思います。うん、もし西くんがマスワオで勝ったら、サイン会、まあ、色紙は配ってると思う。うん。正義は勝つ。ね。正義は勝つという色紙は、こんな配信をして何が楽しいのって、あなた立派な712人のうちの1人に貢献されてるんですよ。ありがとうございます。はい。正義のサインは1万枚は配ってるだろう。色紙を売る。まあ、逆転ですよね、多分。まあ、僕がもう底辺中の底辺になってると思います、多分、もし西君がマスラオで勝ってたら、もう僕は土底辺になってたと思う。土底辺。もう、ふわっちどころか、スイキャスどころか、もう、ニコ生どころか、もう、17ライブとか、まあ、そんなところに行ってるだろうね。17ライブあたりでライブしてんじゃねえかっていうぐらい、もう、バンって、そのぐらいの期間があって、そのぐらいの、ね、大きいイベントというか、皆さんがもう、みんなが待ちに待ったっていう。うん。東アジア反日武装戦線のアジトってマジ、いや、知らないけど、そうなの。ね、あ、そうそうそう、それ後からやるから待ってね。うん。さくらさん、こんばんは。ねえ、なっちゃん、いつの話してるこれ。だから、この、西くんがマスアオに勝ってたら、大変な大どんでん返しがあったんですよ。今までね、ね、ドラゴンでなんとかとかね、トイレファミマでイエイってやってんのとかね、太郎と飲んでる設定なのにファミマでイエイ、ここどこだと思うとかね、まあ、いろんなことあったじゃないですか。まあ、上田さんとホテル行って、徹底霊になっちゃったっていうね。西くんがマスラオに勝ってたら、もう、終わってましたね、僕は。はい。もう、これは僕は考えてなかったです。考えてなかったですけど、今だから考えれると、僕はもう、毎日のように、ね、豆山くんたち、うわーって、飲めパーティーだ、パーティーだ、大関は弱かったんだって、毎晩パーティーしたと思う。毎晩パーティーしたと思う。うん、今でもやってると思う。あいつは負けたんだって。今でも言ってると思う。うん。ね。うん、危ない。これはね、危ないと。というね、そんな豆のイフね。イフ、ね。ね、もしもの話をするときに、外せない人物が、はい。誰でしょう。はい、わかりますね。はい。はい。国際ウソッコ空手教室の先生、渡辺正丸。ね。渡辺正丸なんですよ。国際ウソッコね。まあ、ね、恩切り寸止め、空手団ね。恩切り寸止め空手団とかも言いますけど。はい。渡辺空手バカモンってね、もう道場もない国際空手。道場すら持ってない。うん。公民館でやっています。はい。うん。大関は100倍すごい人にやられた。鍋にやられた。ね。ね、このね、このね、この人と、じゃあ、豆山くんの出会い。